まずモータースポーツはですね、やっぱりそういう、楽しい、僕自身もすごい、やってて楽しいんですけど、そういう、楽しみなことを、一つ見つけられるっていうこと自体もまず幸せやと思うんですね。何もすることがないっていう、いうような状況だと、むしろやっぱり、かわいそうって言ったらちょっと失礼なのかもしれないですけども、僕自身やっぱその楽しむ一つの部分としてモータースポーツを位置づけしていまして、で、今年65歳からやり始めた方もね、65歳でおじいさんになってね、ゲートボールするんじゃなくて、ラリーをした。で、今年初めてそういうまたその参戦した方も、先日の大会で優勝されたりとか、本当に年は関係なくね、本人のやる気次第で、また成績も上がるし、結果も出るし、そういう意味合いという意味で、モータースポーツは、人生を楽しむ一つのツールとしてね、ぜひやってもらいたいと思ってます。